幸です。こんにちは。今日のテーマは、コメント欄でいただいたご質問にお答えしようと思います。女性が、なんかこう、いい雰囲気になって、今日は絶対行けるっていう風な態度をとっているにもかかわらず、セックスを断る理由って何ですかというご質問をいただいたので、今日はそちらのご質問にお答えしていこうと思います。パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方は、男性の方も女性の方もぜひ最後までご覧ください。ということで、そう、わかるんだよな。なんかすごく、いい感じで、男性からしても、もうこれ絶対いい。お互い好意を持ってるし、今夜行けるよねって思っていたんだけど、でも実際そういう雰囲気になったら、女性が、いや、ちょっとそういうことはまだとか、いや、今日はちょっとそういう気分じゃないんだよねとか、そうやって断るとき、何なのこれってみたいな経験をされた方もいると思うんですが、私も、私は女性なので、どちらかというとそうなった時には断る側の立場なんですが、そうだね、なんかなんでそうなるかっていうと、これはね、正直言って深い理由はないっていうことの方が多いです。で、なんでかっていうと、全部の女性に当てはまるわけじゃないけど、前私動画で、その女性がセックスの前にどうしてシャワーを浴びたいのかっていう動画を出したことがあるんですけど、よかったら、この辺からその時の動画もご覧いただければと思うんですが、そのシャワーをセックスの前に浴びたがる女性ほど、万全な体制でセックスに挑みたいっていう気持ちが強い人が多いんですよ。で、女性ってさ、好きな人とセックスするよってなった時に、私ちゃんと無駄毛処理できてたかなとか、ね、今日の下着ってちゃんと勝負下着身につけてたよね、大丈夫だよねとかさ、あとはなんだ、もちろん自分の匂いとかもちゃんとケアしてから、綺麗になってからね、セックスしたいし、セックスしてる最中に、なんか私汗臭くないかなとか、そういうの気になったら嫌じゃん、なんか、頭臭くないかなとかさ、そういうこと気になると集中できないから、だから、こう 100% 集中できるように、先にシャワーを浴びたいっていう女性がね、多いんですけど、それと同じで、なんか、女性がセックスしたいんだけど、でも今日したくないって思う理由っていうのがね、なんかそのやっぱお互い好きなんだろうなって思ったってことは、女性もそういう好意があるよっていう行動をしてたと思うし、そういうような言葉を発してたと思うんですよ。で、その時女性は多分相手に対して、この人とだったら私はセックスしたいっていう気持ちがあったと思うの、ね、あったと思うんだけど、でもふと冷静になった時に、待って、私今日勝負下着じゃないとかさ、そういうことになってくるんですよ。で、なんかそのね、特にそれが初めてだった場合ね、その人との。もうさ、すごい仲良くなってて、関係が深くなってきたら、またセックスを断る理由って別で出てくると思うんだけど、そうじゃなくて、まだね、関係が、初夜だよね、特に。初夜だった場合なんて、やっぱさ、すごくいい思い出にしたいわけですよ。で、ね、もしかしたら急に生理になっちゃったとかもあり得るし、ね、記念すべき、ね、大好きな人との初のセックスの夜なのに、私今日勝負パンツじゃなかった、みたいな。なんなら、ブラとパンツ別の柄のやつつけてきちゃったとかさ、もあり得るし、ダサいヒートテック着てきちゃったとかもあると思うし、ね、やばい、まだ脱毛がちゃんと終わってなくて、V ラインちょっとなんかプツプツしてきちゃってるとかさ、なんか男性からしたら、そんな理由で断んのって思うようなことで、なんかね、女性ってしたくなくなっちゃうのよ。もちろん、だからその人としたくないってわけじゃないんだよ。その人とセックスはしたいんだけど、100% のセックスがしたいのよ。100% のセックスがしたいから、だから、その 100% のセックスができる状態じゃなかったらしたくないの。っていうことなんですよ。なんか男性だとちょっとそれは理解しがたいところもあるかもしれないんだけど、ほんとそれこそ無駄毛処理してない、下着が自分の納得いくものじゃない、肌着がちょっと変だった、
とか、あとは急に生理になっちゃったとか、うん、あとまあ毛の処理だよね。毛の処理とか、あとはこう自分が、なんだろうな、その初夜の時は絶対この香りで行こうって思っていた香水を今日はつけていないとかね、そういうボディクリームを今日はつけていないとか、うん、もう本当にそういうね、辿れば辿るほど細かい理由がいっぱい出てくるから、だからね、あの必ずしも急にその人に対して魅力がなくなって、あ、やりたくないなって思ったとか、なんか思わせぶりな態度をとって反応を面白がってるとか、で、あの悪い方に考えればいくらでも理由は出てくると思うんですけど、女性がセックスを断る理由っていうのは、もうだ、ね、あの私は女性なので、まあそういう言い方はあんましたくないけど、男性からしたら本当にくだらない理由なのかもしれないですね。だけど、女性からしたらこれは本当に真剣に考えてることであって、すごく私も気持ちはわかります。特にやっぱ、初めてその人とするときってなるとさ、もう本当にもうなんなら 120% ぐらいの気持ちで挑みたいわけですよ。で、それができないってなると、もうね、したくない、もうしたくないの。あのもちろん全然そういうこと気にしないで、まあ、別にもうブラとね、あのショーツの柄が違かろうが、ちょっとぐらいなんかね、無駄毛処理してなくてポツポツしていようが、自分が汗臭かろうが、もうそんなん気にしないよ、セックスしたかったら私するよみたいな、むしろもうこの私を受け入れられない男となんか今後セックスしたくないぐらいな気持ちの人もいるんだよ。もう羨ましいですけどね、そういう女性の人もいるから、まあ、全員が全員ではないんだけど、うん、だけどやっぱりね、あの多くの女性はそういう人が多いです。なので、もし男性が女性にそのね、セックスいい感じになってできるって思ってたのに断られてしまったとしても、それは落ち込まないで、あのじゃあ次また万全の体制の時にできるんだなって思えばいいと思う。それをあえて女性に言う必要はない。あ、今日は万全じゃなかったんだねみたいな感じで言われちゃうとちょっとこっちも気まずいからさ、それはまあ、あの心の中にしまっておいて、また次の機会に誘うことによって、その時はね、もう絶対万全にしてくるからさ、だからまあ、あの次の時にそういう風にできればいいかなって男性も前向きに考えてもらって、断られたらね、やっぱ男性も女性もすごくショックだとは思うんですけど、そういう風に考えていただいて、でね、うん、あの次の機会にお互いね、すごく盛り上がって、前回お預けになっちゃったから、女性もね、やっぱ女性的にもクッソーって思ってんの、なんで今日私ちゃんとしてなかったんだよ、クソーって思ってるはずだから、だから次の時により盛り上がれるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひあの断られたとしてもめげずに、その時はもう爽やかに受け入れて、次の時にまた爽やかに誘っていただければと思います。参考にしてみてください。ということで、評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。